で、講談の本木亭の尺台っていうのもやっぱりその相当僕もちょっとだけ打ったことありますけど音の響きがパーンってすごい跳ね返りだったって記憶してるんですけど厚さが違うんですよでちょっとやっぱ斜めなんですよねちょっと反ってるあのやっぱ昔やっぱ本を置いてたって名残が泣きましたよ私は涙が止まんなかって。 こを作ってくれりゃいいやね <laughs> これでも僕伺いたかったのは作るとしたら師匠は、まあ、仮にですけどどこが場所としてはここに作ったらいいんじゃないかななんていうのは思い描くとこありますか <laughs> いや俺作ろうと思ったの実はうち<っ>の、はあ、もう一軒隣に今つなげてああそうなんすか、うん 釈しようと思っって買ったんで師匠のえお宅の横に作ろうっていうあっ、うん、楽師匠みたいな感じで、うん、ええー、でもよくよく考えてみたらあそこで交釈場やっても客は来ないなってであるとするならばそれとは別でお客様が来そうで、うん、師匠がここにあったらいいなって場所っていうのはどこですかね今パッと浮かぶのでしょう、ねまあ。 今寄せがある新宿、池袋、上野、浅草。はい。渋谷にもあってもいいね。ああ、そうですね。ね。渋谷にできたらすごいですね、公爵場が。うん、もう渋谷にこっちゃられれば。<laughs> いやいやいやそんな <laughs>、あの、そのか簡単におっしゃいますけど、その <laughs>。でもあ、いや、それもう30年後、40年後の話になると思うんですけども。 それでしたらもう一度だけ伺うと師匠がパッとやっぱ公爵場作るなら渋谷以外だとどこがありますかね <laughs> <laughs>、ま、昔目黒名人会って目黒にあったよな,なるほどあるいは山手前線の方が来やすいからねそうですね新橋でもいいしねなるほど大塚に昔鈴本もあったしねああそうですか。 うん、日暮里で今サニーホールがあるしね。そうですね、いろいろありますよね。だから神田あたりにあってもいいんじゃないですか。じゃなるほど。うん。いろいろと候補が出て <laughs> 本当に。<laughs> 師匠も一つの話をやるにあたって今回講談放浪記でいろんなところを回ったんですけどもやっぱり現場現場にいろいろ実際一回は見に行こうとかっていう地方のいろんな話もあると思うんですができればあ<ー>そのネタのところ回った方がいいよね。そううですね公爵士見てききたような嘘をつきって言ってるんだけども五代目の馬琴先生は「講釈師見てきた上で嘘をつき」なるほど そうすると嘘が真実味を帯びてくる師匠が行ったこう場所の中で印象深いところってありますか講談の,その話に密接につながるような。うん、俺は屋島扇間でやりますから屋、はい、島であの祈り岩唯、はい、一の、はい、あと駒立岩、はいまだに残ってるんですよ。うんはい カラケも投げも俺が行った時はね、はいはい、で屋島それから対岸の須磨寺つ、はい、森寺、はいね、一回僕仙台に師匠と旅であのお仕事で行った時にちょっと時間が空いてたので、えー、師匠がおやりになる雲後禅寺の、えー、伊達政宗公のその ねえ、なんかこう、ポクリでしたっけねあの、有名な。あれがあるかないかっていうので、仙台の、なんか資料館に行った覚えがあるんですけど、師匠覚えてらっしゃいますか俺、あの、お寺の住職に、聞いた覚えがありますよ。はい、そしたらそういうふうにありませんって言われて。がっかりした。その、師匠のお得意なネタのうん禅寺の、 あでも血塗られたポクリでしたっけね。そうですそれが、あの、すごい大事なお品なんですけど、それが、雲後禅寺。雲後前寺の、はい。じゃあ、松之丞だって、松行こうっつって、それ見に行こうっつって、資料館の人に聞いたら、あの、誰も知らなくて、<laughs> あ、そんなのありませんって,れて <laughs> あれはショックでしたね、<laughs> 結構そういうの多いよね。結構多いですね。 で伺いたかったのはそのビジネス講談もそうなんですけどもうちょっと最後にしますけどお座敷とかっていうのは師匠の時代もなくなってたんですかほとんどお座敷はほとんどなくなってたね。あでそこで帝水先生も確かおやりになってたと思うんですけどこうバレー講談というかちょっとこう、はい、そういう講談も実は、うん。 あるじゃないですかでこれ資料としてちょっと残しておきたいなと思うんですけどすバレ講談っていうのは具体的にどういうものをやったんですかね有名なのは「茶臼山の合戦」とかね「<ー>ヤグ山の合戦」とか、はい、みんなネタ持ってました昔は俺もね<ー>今どこ行ったか分かんないそれその茶臼山の合戦の中にそういうちょっと艶っぽいというか色っぽいところがほとんどが色っぽいんです<ー>ちょっとじゃなくてそれ15分ぐらいですか あ10分か15分だね。ああ、それ誰も継承してないですよね。<laughs> うーん、今は、そういう時代じゃなくなってない。それは、茶臼山の合戦っていうのは僕ちょっと存じ上げないんですけど、どういう話なんですか、うんつまり、その、焼山の合戦、茶臼山の合戦って、まあ、 いいんですかこういうとこで言ってあ。大丈夫です、大丈夫です。男と女が床入りする話ですよ。なるほど。で、どう床入りのいろんな形をしたり、そうやらうでああそれを講談でやっていくってことですか、うん、こうしゃべる口調でねああ。筋は要するにあんまないわけです。さてもいつ、時はいつ何んめりやって、そういう調子でさ、やっていくわけだ <laughs> ああちょっと平場を入れて、うん、講談っぽい口調で、まあ、いわゆるその、ちょっと下ネタを喋っていくという。 定水先生もそのちょっとバレエ平場というかその下ネタの平場をやってて食べてた時期もあるなんてことをキャバレー回りしたと思います俺もキャバレー回りしたことあるけどね、はい、そういう時に使えたですよそれはでもその茶臼山の合戦とかは大師匠もやってたんですかそれはそのうち主は別のネタやってた俺旅で聞いたことあるよどんなのやってたんですか力 やったんやってんやっはんやっあそうですん<た><た>そんなネタんあるんですか芸やの当時のだだっだもうっ部の方、お師匠さん方とたんやっ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 たんまさかうちの師匠やると思わなかやったね。やっった 大石チカラーが書屋でね、はあ、やり方わかんないでお父さんに大石倉之助に教わるんですよはい、そんな講談があるんですねあるのそれもともと古典なんですかそれはどこで書を覚えたかねへぇ<ー>で,でお父上どうしたらいいねじゃあお前の大事なものをね嫁の大事なものにあたがって <laughs> <laughs> じゃあ父が太鼓を叩いてやるからはあすごいよくできてよくできて面白いですねでもダーン一つ叩いたら一つくっつけダンダン二つつけダンダンダン三つつけ面白いですねそのうちに大石力が「お父上太鼓の早打ちを願います」ってが下げになるそれが下げなんですか それはでもなんかあの今やるとこないですけど <laughs> 継承した方がいいですよね <laughs> 貴重なでも皆さんそれ口をつぐんであんまりみんな言わなくなってるんですよそれがでもなんかそういうふうにそれ師匠聞いたの1回だけですかでもはっきりそれ覚えてらっしゃるんですねしかも若い時だからそ,、ね、それお,お客さんはどんぐらいの感じい,いらっしゃったんですか じゃあそれをお師匠に終わった後に師匠もその時はまだお若いですからあ,れなあんなネタあるんですねとかっていうのは聞いたりはその後しなかったですか一切、うん、うちの師匠はそういうことを普通やる雰囲気の師匠じゃないからね <laughs> あこういうこともやるんだなと思ってでも俺は必要に応じて自分でも作ったけどねあご自分でもあオリジナル落語のバレーの金飴」っていうのがあるんだよね、はい、それ金飴を 大石蔵之助にしては<ー>、はあ、であのお妃様を洋前様にして、はあ、生々しいですね。うん、やったことあるよ。あ、そう、でもそうですか。うん、それはやっぱキャバレーとか男子ショの前でやって、ああ<ー>、あるパーティーがなと、うん、男子がおい飲みに行こうや、はあ<ー>、あ、どうもあるよということなんです。で、テイザンさんと俺と、はーい、死んだ白山正一先生、はい。 モノマネで三師匠とよったりで,、はい、で野口に「なんか、うん、バレエやってみろ」っ、はいはあ、まあ、じゃあ」ってんで「金やめ」の「あこぎしばをやったっ ああ、そうだ、の、なんで喜んでたけど。ああ、やっぱ喜んでて、ああ、そうですか。<laughs> うん、男子師匠自身もそういうバレ話の C. D. とか。お作りになってて、金鍋もそこに出てきますもんね。その大石力のね、庄屋は。意外によくできてるって。それは意外と。もう、これで覚えたから、今度やれで <laughs> やれ。<laughs> 台本あるんですか。茶臼山のは。残ってるらしいんですか。その、その大石力の台本なんか、ね、口で覚えただけ、耳で覚えただけで。ああ。 山と八山合戦は印刷物で確か持ってたと思うそうですかじゃ資料としてあるわけですねいやちょっとこういう機会なんで死んだらさ資料あされば出てくるやん僕も僕もその僕も一生懸命茶臼山を探すっていう情けない弟子ですよ最後に白山さんにおかけになる言葉が。

彼らの励みになるかなというふうに思うんですが。修行時代っていうのは一番大事ですから。はい、えー。ただ師匠について歩いて修行したっていうことじゃなくて、本当に自分で打ち込む修行が。本当は必要だよね。はい。そういうふうに白山も指導するべきだし。彼ら自身もそういう自覚をして取り組んでくれると。あ<ー>修行が仇にならないってことね。 まあ、彼らはいろんなこう、お師匠に触れたりとかするのが、一番大事だと思うので。あの、今後ともご指導いただければと思います。ありがとうございます、うん。あの、前座がいなくなっちゃうからね。はい、えー。お前の弟子を使わせていただきます。よろしくお願いします。